早春の雨は最悪や。寒い。皆さん毎度です、マッドです。本日はビアコープンの開幕戦第1戦に参戦してまいりました。見ての通りですね、天候は曇り、実はちょっと雨がぱらついてましてですね、私はてっきり快晴と思い込んでいたので、朝だけかなとか思ってたんですけども、これが後にですね大変なことに発展します。はい、ということでですね、ちゃっちゃとこう用意をしておりますね。正直言って何も見えてないんですけども、とりあえず試合っていうのは出てみないと分かりませんので、とりあえず私の今年の2024年の引き運というか、そういうものを試す重要な一戦と思っております。はい、準備できました。頑張ってください。はい、とりあえず運試しは運試しそうなんです、運試しなんですね。自分がどれほど運を持っているかということですね。息が白いということでですね、朝は結構寒かったです。さすがにまだですね、本当の春というかポカポカ陽気というのはまだ遠いのかなと思いましたね。ただ昼になったら勝手にですね暖かくなると思い込んでました。はい、スロープを滑り降りましてですね、隣のですねフレンズさん、マリーナフレンズさんへエントリーのために向かいます。実はですねこの模様をライブ配信しようと思ってたんですけども、Wi-Fi が入らないというですね最悪の事態に発展しまして、この日はライブ配信ができませんでした。ところがですねフレンズさんの方に到着したらですね、大減衰の影響で桟橋がないということで一旦沖で待機となりました。当然レンタルボートの方とかいるので、そちらが最優先ということではありますので、それは当然かと思います。でようやく乗っつけさせていただきましてですね、こうやって手助けというか助け合いながらエントリーをしてきました。はい、準備完了です。朝からドタバタでした。浅いんですよねここ。バズベイトそうなんです、エレキで全開で走ってたらもうバズベイトでした。でようやくエレキを下ろせるぐらいまで来ました。とバタバタしてたらですね、実はもうスタート1分前だったということで何も準備ができませんでした。ということでスタートに備えます。朝からドタバタの状態でスタートとなりましたねこの日は。はい、スタートですね。はい、こんな感じです。曇りですね。はい、まず朝一、これは近くでいらっしゃったバットネットでお会いしたガイドの方です。っていうか最近は湖上で会う方が皆さんですね、ジロジロ見てるというか、いいことかと思います。だいぶ認知度も上がってきたのかなと思いますね。私も。はい、まず名鉄の導水管ですね、そこを狙っております。ところが農閑時だったのでですね、勝負をかけますか。勝負と言ってるのはですね、結局ですね思い出巡りということですね。これはもう非常に悪いパターンですね私の。ということで南下します。こんな感じで波もなくですね、非常に走りやすい、穏やかな湖面でしたね。ただ風はむっちゃ冷たかったです。わからん時は硬いもん、はい、そうです。
何にも分かりませんので、とりあえず硬いもんを打っていこうということで橋桁にやってきました。これは矢橋の紀半島の南側の方の橋桁です。打っているのはですね、今更ですがサイコロラバーです。サイコロラバーのダウンショットです。なんかこれが釣れるらしいんですよね。皆さん知ってます？はい、ということで一通り打ってですね、また移動します。次は西岸行きます。向かった先は私の思い出の場所、教会前です。ここのですね、あの左の方にある危険と書いてますね、航行危険ですか、そこの先にですね、あの硬いものがあるんです、出てるんですね。そこを打っております。ただおかっぱりの方とバッティングするんですよね。それがここのダメなところですね。気が気じゃないですね。ということでまた移動します。はい、次はですね、西岸を少し北上します。俗に言う赤部位ですね。ところがですね、岸の方を見ましたら、なんと工事中であるということが分かりまして、ラッキーや、工事中や、そうなんです、おかっぱりな工事中で立ち入り禁止となってます。これはリップラップが打てるんじゃないかというふうな形で今思っております。一応赤部位の近辺は打ちましたが、まずはここですね。もうボートでは絶対近づけないおかっぱりの方が多いリップラップですね。もうせっかくなんで打ちに来ました。ここもやってきました。ここも立ち入り禁止っぽかったんで誰もいませんでした。ところがですね、全然なんですよね。何にも映りませんでした。ということでまたも当該へ行きます。結構寒い。そうなんです。これ時刻9時は過ぎてるんですけど、ずっと寒いんですね。こんな寒いのかということで、北山田のですね、南側ですね、一文字、ここをですね、ミドストで攻めることにしました。まあ春特有の三寒四温の寒に当たっちゃった感じですね。これね、水温はだいたい10度ですね。こんな感じで一文字をずっと流していきます。こういう時よく引っかかりますよね皆さん。特にジグヘッドとかラバージグだと、あ、引っかかりましたね。ということでちょっと根掛かり回収ツールのご紹介です。結構これ取れないんですよね。ということで私はいつもですね、こういうナス型重りですね、それに大きめのスナップをつけたやつを、常備しております。今回は重さ2分の1です。4分の3だったかな。ここを通してふいーっとこう落としていきます。すると一発で取れます。特にジグヘッドならもう一発です。変な砂袋とかに引っかかってない限り大丈夫です。はい、ということで快適に釣りが継続できます。はい、次にですね、再録になるんですけども、こういった一文字をですね、流す時のワンポイントレッスンですね。これはですね、こう流す時は、そうなんです、エンジンの向きです。エンジンをこういう向きにですね、こうしておけば切っておきます。後ろがこう、そうです、後ろがですね
一文字からの外側に逃げる形で動きますので、非常にあの釣りがしやすいです。皆さんエンジンがよく一文字に当たりそうとかいうのがあるかと思うので、ぜひ参考にしてください。という感じで一文字の北側までミドストで流してきました。さすがに厳しいですね、釣れないですね。ということでまた移動いたします。こういう石っていうか硬いところについてると思ったんですけどね。はい、また西岸の方へ向かいます。はい、やってきましたアングラーズイン、まあ、KKR 井筒、まあ、KKR さんですかね。これもなくこんな場所やってる。そうです、去年の思い出巡りですね。ここなんですね。このラングイの中にいるんじゃないかと。ラングイの外を打つ人はいるんですけど、中はみんな面倒くさがって打たないんじゃないかと勝手に思って打っております。引っかからないように注意して打ちましょう。はい、ということでまた移動ですね。まあ、要は釣れなかったということです。はい、次はどこへ行ったんでしたっけね。あ、ここですね。またの名鉄導水館に戻ってまいりました。でその後ですね、あの片田じゃねえわ、あのあれです、あの浮見堂ですね、浮見堂沖に入りました。ここでですね、もう最後の奇跡を起こすならカバースキャットだろうということでカバースキャットを投げてます。今これで11時半か12時ぐらいです。寒いです。こういう時を、そうなんです、アフコのこのトレーナーを買ったのはこれですね。これが忍者みたいだってことで、スコットマーチンがですね、バス忍者ってことで T シャツ売ってましたね。何でも商売にしますね、スコットマーチンは。まあ、こんな感じで非常にあの暖かいトレーナーですんで、皆さんぜひおすすめですね。これはいい役です。雨です、まあ、こういう時のためにこれを買ったんやけど、早春の雨は最悪や、寒い。そうなんです、早春の雨は寒く辛いです。そう、ただあのグローブですね、晴れるんちゃうんか。グローブはですね、非常に収穫でした。抜群ですね、このアフコのグローブは。終わり。はい、ということで、残念ですけども帰着に向かいます。13時、帰着です。ちょっと最後雨で辛かったですけども、ちょっとこんなに冷えるとは思わなかったですね。はい、皆さん続々と帰ってこられますね、帰ってこられてますね。これがあの時間がかかるんですよね、ちょっと早めに戻らないといけません。はい、戻ってまいりました。ただこの日はですね、バットネットとあのムータさん、あのバイトさん、バイトですかね、これがですね、あのダブってまして、参加者が非常に少なかったですね。いつもの福見さんと釣れたかどうかの情報交換ですね。はい、桟橋につけます。ビアコープは皆さん、その係の方がささっとこうサポートしてくださって非常にありがたい限りです。こんな感じで、いや本当助かります。よし、これで OK かな。はい、大丈夫ですね。本当あのアークロイヤルさんは抜群の桟橋ですよね。
はい、帰着に向かいます。帰着申告いきます。ゼロですが。ゼロです。ゼロ。はい、帰着、皆さん帰着向かいますね。はい、戻ってきました。無念のゼロ申告というやつですね。あ、隣の船の方から。あ、そうですよ。拝見します。こんばんは。ありがとうございます。今日こんな釣れへんの見てますよ。みんな変わってるわ。この釣れないのがいいらしいですね。釣るんですか。みんな変わってますねと私個人は思います。どう、これ見てください。釣れが少ないです。この少なさ、ビアコープン始まって以来かも。ということで表彰式も速攻始まりました。ローテーターつけとるやん、生意気な。4キロ取ってるわ。4キロつった、すごい。久々にお会いしたトーナメント仲間というか、いじってますね。あ、チャプターの方にもお会いしまして。ゼロです、ゼロ。勝たないです。本人盛り下がってます。これがまあお正月ですよね、トーナメントに出てる人たちの。開幕戦というのはね、2024年、はい、表彰式始まりました。ビアコープン第1戦目になります、アークロイヤルカップになります、それでは順位発表の方を行っていく前に、はい、それでは発表させていただきます。すいません、お名前ちょっと振り返ります。ウェインがですね、29人だけでしたね。29位ですね。フレンズより参加の、越野様、おめでとうございます。やっぱ1本が貴重でしたね。日本3240グラム。福見さん、さすが13位ですね。すごいですね。日本3位で外さないですね。5位、3本6140グラム、米脇様。5位で6140ですね。3本6240グラム、野々口様。6キロか。3位、3本6670グラム。なんだ、この若者じゃないかと。ありがとうございます。またかと。同じバリーナなんですよね。3本7260グラム。1位、3本9380グラム。すげー。上位5名の方ですね。すごいですね。6キロ釣らないとここに登れないという。この日はですね、抽選に全く当たりませんでした。まあね、昨年の最終戦にバッテリーをもらいましたんで、まあそれを欲張りしたらバチが当たりますということで、今回お疲れ様でした。ということでお開きです。いやー、もう冷たい雨が降りまし た。3位の子ですね。自分また釣ってないから、こう、まだ釣ってないから。さすがやな。いやー、よく釣ってきますよね、本当。はい、戻ってきました。むっちゃ寒いやん。雨が冷たいです。また冬に戻った感じです。ちょっとやめてほしいですよね、こういうのは。はい、ということで撤収します。見てください、もうこの雨ですね。むっちゃ寒いです。はい、戻ります。マリーナが隣なんで楽ですね。これですよ、これ。むっちゃ風も吹いてます。むちゃくちゃ寒いです。いや、しかし春っていうよりもちょっと寒の戻りってやつですね。
花冷えっていうんですか、まあとにかくあの寒い日だったというのをお伝えしておきましょう。まあ、見てわかるかと思います。なので皆さんもですね、あの防寒ですね、脱げますけども着ることはできませんので、防寒だけはちゃんとしていきましょう。じゃないとあの釣りが辛いだけになります。寒い寒いということです。西寄りというかまた寒い。あ、そら、生意気なやつやと、サイの若者に文句を言ってます。まあ、老害ですよね。結局あの卸しもが暑かった感じですね。暑かったといっても多分場所でしょうね。場所で雲泥の差が出るんじゃないかと思います。はい、テント大活躍ですね。こういう時はなんかテント使う人少ないですよね。めっちゃいいんですけどね、こういう時とか大助かりなんですけどね。はい、水を含んだ重いこのカバーをかけるのが本当に辛いです。まだあの雪じゃないだけマシかなと思います。普通こういう時ってみぞれになったりするんですけどね。ということであの私のですね、あのビアコープン2024年の開幕戦はサクッとノーフィッシュで終了となりました。まあ言い訳はいっぱいありますけども、まあまあなんて言ったらいいんでしょうかね。引き運を試しに来たら見事にあのコッパみじんに砕け散ったという感じでですね、まあ、皆さんの期待通りだったんじゃないでしょうか。そんなにバス釣りは甘いものではありません。ということでやはりですね、あの練習をしないことには私のような凡人は、釣ってこれないんだなというのを再確認いたしました。ということで皆さんもですね、あのめげずにあの練習ですねしていきましょう。釣っている方は皆さんですね、例外なく練習されてます。ということでまたフィールドでお会いしましょう。 See ya!